最後まで。もちろん負けてる。申し訳ありませんけど、最後までみんなにも伝え続けたように、みんながあれだけ最後まで、そのように負け続けた声が、アウェイとは違うこの水物の強さだと思うので、まあでも結果がどうならなかったら、これを話し合いもあると伝えるのはもちろん無理な話だし、難しいのは分かってますけど、また次はこの水物ホームなので、その声が必ず伝わるなって信じてるし、変えていくのにはその声は必要不可欠です。なので、送り続けてくださいと、続けましょうと、今日これは全然ありません。ちょっと情けないですけど、力になってるはずなので、よろしくお願いします。また次もお願いします。水戸です。ここまで行きましょう。ありがとうございました。